じゃあこんにちは、鈴豊さん、はい、あの開幕 の, その先発メンバー の, あの争い、はい、ローテ争いなんていうことはよく言われますけれども、はい、なんと阪神先発よりもブルペン争いが熾烈ということで、いや熾烈だよね、はい、普通に考えただけでこれ大変だなと思うもんね、うん、ですよね、うん、で岡田監督ブルペン8人くらいかなと、9人もいらんかな、その右と左で 4とかになってくると思うよ、はい、ということで他のチームからしたらなんて嬉しいというか羨ましい嘆きなんだろうと思いますけれども、まあ、ただ多けりゃいいっていうもんではないし、はい、それなりの実力があるからね、はい、あれだけども、でも大変だよ、迷うからですよね。で今現段階で候補に上がっているのが、はい、岩貞投手、梶谷投手、島本投手、そして漆原投手、岡留投手、椎葉投手、さらに岩崎投手、湯浅投手、ゲラから桐敷投手、石井投手、浜地投手らということで大体13人ぐらいなんですよ、まあ、そのうち5人、そのうちそうですね44、そうですね44、だからあのシーバを慌てさせないかなっていうふうに、うん、抑えられるところで結果を出させて自信を持たせてあげるのかなっていうような感じはするよね、まあ、ちょっとあの練習試合なんか見ていても、そう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 、不安定というか、そうそうそう、うん、そうだねあと絶賛していたのが岡留投手、はい、まあ、昨シーズンも1軍での経験も、はい、あの本当に勝負どころで日本シリーズなどでも使ってましたし、そういうところがやっぱ今シーズンのこのキャンプにすごく生きてるという、まあそうだね、はい、だから梶谷はどうなのかなっていう感じがする、はい、最初は最初はでチームが疲れた時にやっぱ経験豊富な、はい、そういう人をパッと入れてくるかなという、うん、今挙げた中でおそらく頭角だろうなっていうのは豊さん的に頭角、はい、ゲラ、あゲラですね、はい、うん、で岩崎、うん、そうですね、岩崎投手、島本、うん、島本投手、桐敷投手、はい、石井投手とかはどうでしょう、あー、どうだろうね、岡留投手は、あ、岡留入る、はいはいはい、あと3人か、そうだな、でもこれ湯浅も分からんからね、うん、あの湯浅投手はちょっと岡田監督苦言呈してたところもありますから、ね、あるしね、でもその例えば岡田監督の頭の中で、うん、このピッチャー1年間持つ体力とか、うん、やっぱこう少し放牧しなきゃいけないような選手、うん、そういった選手を把握しているというふうに考えると、うん、まあ、ベテランをうまく抜きながら、うん、はい、重要なポイントで入れてくるというさ、うん、だから岩崎も、はい、まあ、昨年を抑えして疲れてるから、うん、そんなにフル回転では使わないと思うんだよね、はい、そしたら最初に、まあ、例えば桐敷だとか、うん、岩貞を入れといて、うん、ちょっと間隔を空けて、うん、岩崎を持ってくるとか、あ、そういう、まあ、左であればね、はい、で島本も、うん、まあ、昨年フル回転でやってるからそういうことをやるかなっていう、はい、だからベストの状態で全員使おうかなっていう、うん、無理して、うん、もうこれで決めたじゃなくて、はい、まあ、ある程度開幕の時はこれでスタートして、はい、でちょっと落ちたなって言ったら都度入れ替えてみたいな、そこら辺は万全にするのかなという、うん、だから13人の中で8枠って言うけどさ、はい、別に開幕に揃わなくてもいいっていうふうに思ってる選手もいると思うし、そういうふうなことはやっぱ通達してると思うよ、うん、チームとしてね、はい、だから下で実践やりながら体調だけは万全にしておいてくれっていうことはこうしてるかな、うん、だから決めろって言われてもなかなか決まらないよね。そうですよね。例えば浜地と湯浅っていうのは、うん、一緒にしといて、うん、例えば浜地が最初に入ってて、うん、あ、ちょっと疲れて登板型になったなと思ったら湯浅に変えると、うん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 、だから湯浅は1年間こうブルペンにいないということですね。いない可能性もある。だから俺これ見ると1年間いるっていうふうに考えるのは、うん、ゲラ一人でいいと思う。え、じゃあ桐敷投手も島本投手も1回 もちろんもうちょっと1回こう入れ替えながら俺は使っていくと。へえ、そのぐらい余裕があるから。
まあそうですね、これだけ入れてくるペンに、あの13人が、まあ、1軍というふうにこう縛りがあるとしたら、うん、その中の8人をベストの状態で使いたい、うんうん、でベストじゃなくなった時にその残ってる5人をうまく入れ替えをしながら、うん、いつも元気じゃんみたいな、阪神の中地に疲れてるやついないじゃんみたいなそうですね、のような感じがするよね。だから1年間ブルペンを守る投手というのはゲラ投手ぐらいで、うん、あとはやっぱいい感じにこう疲れを取りながら回していくんじゃないかと、うん、だから JFK っていう昔、ね、ピッチャーがいて、この3人っていうのはさ、うん、もう本当にこの一角っていうのは崩れなかったんだけども、9回8回さえ揃っとけば、うん、あとは先発の能力を考えると5回で降りるっていうことはあんまりないと思うんだよね、うん、はい、ということは6回投げて7回を誰で回すかっていうことだよ、うん、そこ流動的にしとくってことですか。そう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 、うん、で抑えはゲラで多分いくと思うんだ。これが成功したらもうとにかくゲラゲラでいくと思う。そのゲラゲラでゲラが疲れてきたところに岩崎投手とか、そう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 、それでいい。でも8回もある程度軸となるピッチャーは作っていくと思うんだけども、 それを誰にするか、うん、そのぐらいの考え方でいいのかなっていう感じがするけど、うん、いやなんか他のチームからしたら本当羨ましいというか、みんな結果を持ってるからね。そうですね、去年、うん、だから数字を持ってるから、うん、安心感があるですね、うん、あと岡田監督がおっしゃってたのは、その例えば岡留投手とか若い投手とかがいい結果を残す、それが強い刺激になって、そのベテランたちも焦り出して、例えば岩貞投手なんかこの前本当力みまくってたなと、やっぱ若手が抑えるのを見て自分も抑えなきゃと思って力みまくってたみたいなこともおっしゃってて、そのいいなんか相乗効果というか、まあまあ それとそうだし、はい、焦る選手も出てくるよね。ですよね。弾かれるって、弾かれたらもう死活問題になるわけだから、はい、だからそれに食らいついていこうとしたらそれが力みにつながるというかさ、うん、まあそういうことだから、それはいい競争はしてるけども、はい、まあ、13人いるとしたら8人ベンチ入りだと、うん、5人は待機、うん、ね、この待機がうまくいったら中継ぎ陣は万全だよ。そうですね。でもこれが待機にならなくて本当に力みまくったりだとか、はい、調子をこっちが崩してたら、うん、もう入れ替えが効かなくなるっていう風になるから、うん、はい、だからここら辺の伝え方と使い方、うんうん、これはやっぱり多ければ多いほどやっぱ難しいよね。そうですよね。でお前しか頼りないんだよって、お前が打たれたらもうしょうがないっていう風にマウンドを送られるのか、うん、それとも打たれたら代わりいくらでもいるからなっていう、うん、そういうことでいくのか、うん、これはやっぱこうね、人間生き物だから、はい、心が持ってるからどういう風に捉えるか、それを出発時点でどう説明をしておくかっていうことは、まあ大きな羨ましいことはあるけども、まあ、悩みもあるよね。あのやっぱりそれぞれの投手の性格もあるので、モチベーションにもつながりますもんね。 それとやっぱりこの8人っていうのは頑張る、それなんで頑張るかというと、うん、後にいるから待機してる人間が、はい、でも待機が崩れるとこの計算が狂ってくるという、だからその待機してる人間にリスペクトして大事にしとかないと、ちょっと万全が万全ではなくなるという、だから多いとやっぱそういう悩みが出てくるんだよ。大いなりの弊害っていうのがあるんですね。あるね。だから篠口が考えてるほどうまくはいかない。ただうまくいかそうとしたら心をつかんどくということだよね。そうですね、うん、でもまあ開幕というのは1日しかなくて、その開幕に誰をブルペンに岡田監督は一体置くんだろうなって。だから岡田監督のその一連の言動っていうのは、うん、開幕投手なんかやりたいかって、まあ言ってましたもんね。開幕投手って結構きついぞって、それでローテーションでいつもいいピッチャーと当たらなきゃいけないから、本当に勝ちたいとか最多勝取るんだったら3番手4番手の方がいいんじゃないかって、はい、だからなんかこう開幕だから開幕だからとか、そういう変なプレッシャーは俺は与えてないような気がするな、コメントで。だからこういう考えればいいと、はい、だから終わった時にはみんながなんかやったなみたいな、そういうことがあればいいんじゃないのっていうようなことだと思うよ。まあ、そうですね。あまりチームだからさ。確かに岡田監督はね、とにかく後半ムチ入れる時からが一番大事っていうふうにおっしゃってる。ムチ入れなかったんだから今日。去年はね。いやだからそれでも勝てたんだから。だからまあそういうふうなね、8枠、まあ確かに開幕の時はね、はい、1軍で迎えたいっていうのはこれは選手の気持ちかもわからないけども、チームとしてトータル的に考えた時に慌てることはないよって、ね、いなくたって
そこから大活躍したら注目されるわけだし、はいね、優勝が何よりの勲章だからさ、はい、だから8枠パッと見てもさ、うん、決めれないよ確かにそうですね決めろっていう方が酷だよですよね。ほらピッチングコーチは嬉しい悩みでもあるし、うん、辛い思いだな。岡田監督は最後3月のどの時点で最終的に決めると思いますか。最初の対戦相手じゃない、そこで、うん、とかそのデータを見て、うん、すごくいい数値が残ってる人を、うん、ある程度みんながベストであれば入れていくんだ、はい、優先してそこは優先していく。あでバランスとして 4-4 入れたいわけでしょ、はい、そしたらそういうふうに 4-4 入れれるってないからね。左右 4-4 ってすごいですね。もう行くぜお前一人一冊みたいな、もう準備が整ってますよみたいなメンバーだよね、うん、はい、うん、まあ、実力があるからなみんな、誰入れてもいい。本来はそうなんですけど ね、これ今から考えてたらさ、うん、まあ、選手も考えながらおそらくやってると思うけど疲れちゃう監督疲れますね。いや、まあ、監督っていうか選手はね、手も、うん、だからそれは首脳陣がメンバーを決めるわけだから、うん、でも腐らずね、はい、待機ということではしっかりね、うん、やっとけばブルペンは盤石になると思う。今年もそんな感じがしますね。はい、はい。